ダスティン・ヘイズレッドは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ケンタッキー州、ルイーザ出身。チームジョルジ・グージェウ所属。ブラジリアン柔術クロービ。ダスティン・ハザレーとも表記される。16歳から、ジョルジ・グージェウの下で、ブラジリアン柔術を学び始める。高校卒業後は大学に進学する傍ら、プロ総合格闘家として、試合に出場し、 2006年には20歳で UFC と契約を果たした。2006年10月10日、UFC 初参戦となったオルティス VS、シャムロックさんでトニーでソーザと対戦し、チキンウィングアームロックで一本負けを喫した。2007年2月3日、UFC67 でディエゴ・サライバと対戦し、3から0の判定で UFC 初勝利を飾る。 6月16日、UFC72 で、スティーブン・リンチにスピニング・チョークで一本勝ちを収めた。9月19日、UFC ファイトナイト、トーマス・ VS、フローリアンでジョニャ・サングレ戦でも一本勝ちを収め、3連勝を遂げた。2008年3月1日、UFC82 で、女子コスチェックと対戦するも、TKO 負けし、トップの一角を崩すことはできなかった。 6月21日には、ジョシュ・バークマンに腕ひしぎ十字固めで一本勝ちし、ファイト・オブ・ザ・ナイトとサブ・ミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。また、UFC 公式サイトが選定する2008年、ベスト・サブ・ミッション1位にも選ばれた。11月15日の UFC91 では、タム・ダン・マクローリーと対戦し、リバース・ワーム・バーで一本勝ちを収め、2試合連続で、 サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年11月21日、UFC-106 で、カロ・パリジャンと対戦予定であったが、パリジャンの欠場により試合が消滅した。2010年1月2日、1年1ヶ月ぶりの試合となった UFC-108 で、ポール・デイリーと対戦し、左フックでダウンしたところに、パウンドで追撃され TKO 負けを喫した。 8月7日、UFC117 で、リックストーリーと対戦し、パウンドによる TKO 負けを喫した。12月11日、UFC124 で、マークボーチェックに三角締めで一本負け。3連敗となり、UFC からリリースされた。2011年4月、病院の救急救命士の職に就き、そのまま引退した。ありがとうございます。